遺書。私たちは月に閉じ込められ、地球は聖魂計画によって組み替えられているようです。ヨルムンガンドはそれを崩壊に勝つ唯一の方法だと思っています。キアナさんたちは漁師の海でどうしていたんですか？いろいろあって、メイ先輩、ブローニャ、四季の律者と私は月の世界の泡っぽいところで全文明のメイ博士とロボットのプロメテウスと出会ったんだ。メイ博士曰く、その世界の泡を虚数の抹消に再接続する作業を手伝えば、私たちも固有世界に戻れるんだって。そしてその計画の一部として、キアナさんは空の律者の力を使って皆さんのいる世界の泡で橋を修復した。そうですよね？うん。あれ？私たちがしたことってそっちから観測できるの？いいえ。ですが先ほど漁師の海を突き抜けた空間の力が奇跡のようにこちら側にあった異常な状態の橋を直したのです。その剣がキアナさんの手によるものなら、私たちが空間上では互いに重なり合っていて相対の状態にあるということを証明できます。つまり三次元的な感覚で言えば、私たちは月の同じエリアにいるはずです。あ、じゃあメイ博士の計画が成功する可能性は高いってことだよね。だって空間的には距離はそんなに離れてないし。油断は禁物です。世界の泡を虚数の抹消に再接続するときに本当の鍵となるのはアンカーポイント自身の安定性です。空間での距離は関係ありません。アンカーポイント？何それ？アンカーポイントとは、世界の泡と他の空間を接続するための反転起点のことです。例を挙げると、私の体内にある世界の泡のアンカーポイントは私自身にあります。キアナさんの記憶空間がキアナさん自身の律者コアに固定されるのと同じように。なのでそちら側のメイン博士も現実世界の何かを必要としているはずです。まさかそれが例の橋なのでしょうか？博士はそんな話全然してなかった。私たちが断橋を修復したのは向こう側にいるプロメテウスに連絡するためだし、残りの作業は巨樹の残骸を活性化させるための準備だよ。その後私たちは巨樹の残骸と魔性の間にあるつながりを奪って、それを利用して現実世界に戻る。その一方でこの世界の泡も生まれ変わるんだ。それが私たちが前に実現させた繰り込みの技術に基づいた計画なんだって。それはどうしたの？何かおかしなところでもあった？世界の泡自身にとってそれはそもそも不自然なことだからなのです。え？あんたは？シュレーディンガー博士からの通信です。彼女はアインシュタイン博士とテスラ博士の友人です。あ、こんにちは博士。でも
博士が言ったことって一体。その方法で世界の泡に神聖を与えられるとは限らないなのです。むしろかなりの確率で世界の泡をより早く破滅させてしまうかもしれないなのです。え？アンカーポイントは反転起点であると同時に世界の泡のエネルギーの流れをコントロールし、存在が虚数側の本流に流されないようにすることができるなのです。ですが繰り込みは虚数空間自体に対しての行為なのです。例えるならそれは綱渡りに使われる綱なのです。綱渡りで羊の群れを崖の向こうに移動させられると思うなのですか。それは。何か隠し事をしていないかメイン博士に聞くべきかもしれません。全文明の人にもそれぞれの立場があります。簡単に信頼できるような協力関係を結べたと勝手に思わない方がいいでしょう。ですが別の角度から考えれば、相手が必ず敵意を持っているとは限りません。おそらく教えられない事情があるのでしょう。何はともあれ、安全のため相手に真相を聞く必要があると思います。とにかく気をつけてください。わかった。慎重に行動するよ。はい、相手に計画の経緯を聞き出せるならそれが一番なのです。もちろんこちらもネガティブな結果に備えて対応策を考えておくなのです。ライデン・メイさんに意見を求めたら、きっと彼女も私と同じように全文明のヒーローが本当の意味で悪人になるとは思えないと言うでしょう。ですがそれはみんなが深さんのように付き合いやすい方だという意味ではありません。その意味は分かりますよね。うん、メイ先輩は経験したことを少し教えてくれたよ。でもそれよりありがとう、デュランダル。もし最終的にみんなと合流できたら、きっと長い挑戦が私たちを待っているんだよね。ええ、何せあれは成婚計画ですから。気をつけてください、キアナさん。うん、あんたもね、デュランダル。メイ博士、プロメテウス、本当に何かを隠してるのかな。キアナちゃん、何があったの。大丈夫だよメイ先輩。外にいるデュランダルたちが私の律者信号を捕捉してくれたから、律者コアを使った特殊な通信方法で話したんだ。デュランダルさん、彼女はまだ天命本部にいるんですか。ううん、彼女とゼーレ、それからリース将は成婚計画のせいで現実世界の月に飛ばされたんだって。そして向こう側で私たちと同じ位置にいる。そこにはニューアトラという大型避難所があって、ヨルムンガンドによって強制的に選ばれた多くの成婚覚醒者がいるみたい。さっき私たちが橋を修復した時に外部の現実にも影響を与えたみたい。だからデュランダルと一時的に連絡が取れたんだ。ニューアトラ？渡りガラスからその地名を聞いたことがあるわ。けどまさか月にあるとはね。それってまさか。ええ、あの時クーちゃんたちはヨルムンガンドの手配によってニューアトラでバカンスすると彼女はそう言ってたわ。クーちゃんのことは覚えてるわよね。
覚えてるよ。あの時超空誌でメイ先輩は彼女たちにパプリカカレーを作ったんだよね。私も結構食べたけど。ああ、あの頃はバカなことをたくさんしたな。本題に戻りましょう。つまりこの世界の泡を突破したら、少なくともジュランダルさんたちと合流でき、次の行動を一緒に考えられるんですよね。うん。でもデュランダルはある心配を口にしたの。メイ博士に関することなんだけど。それは、そんな彼女が不審に思うのなら、ブローニャたちはメイ博士にちゃんと聞く必要があると思います。ところで式の律者は？彼女はまだメイ博士のところにいるんじゃないかしら。少なくともまだ彼女には今のことを教えてないわ。それなら後で面白い場面が見られるかもしれませんね。それって式の律者がそういう疑念を知った後の反応のこと？もちろんです。彼女は誰かに騙されるのが大嫌いですから。確かにそうだね。でもなんとなく彼女はメイ博士に複雑な感情を抱いてる気がする。委員長がまだ費用を13英傑だった頃、メイ博士は費用がの実質的なリーダーだった。きっと式の律者にとっても博士は昔馴染みのはずよ。そう言われてみれば、メイ博士は彼女のことをよく理解してるみたいです。ですが、そんなメイ博士が彼女に、そしてブローニャたちに隠し事をしてるなら。うん、多分私欲とは関係なく悲しい事情があるのかもしれないね。なんとなく彼女の答えも予想できる気がする。とにかく今は彼女に真実を聞きに行きましょう。前に進もう。分かった。前に進もう。
その後、あの牧年人はまた重傷を負い、意識を失ったんです。バカだと思いません？そのせいで彼女自身もあのオットーというやつにヨーロッパに連れて行かれたんですよ。きっとそのオットーという人もただ者ではないのでしょうね。彼はまあまあでしたよ。まあいい、彼の話はやめましょう。嫌なやつです。生涯世界規模でリーダーを務めたくせに、500年も前に死んだ女のことしか考えていなかったんですから。彼はどうなったと思います？話によると、本当に自分の命を犠牲にしてもう一つの世界にいるそのお嬢さんを助けたそうですよ。なるほど。道理で終焉の律者が公認していないのに、プロメテウスは天体に影響を与えるほどの高エネルギーを一瞬記録したのね。死んだ人は生き返らない。もし彼が本当にそれを成し遂げたのなら、考えられる唯一の可能性は天地を一変させること。ちょっと、どうして彼を褒め始めたんですか？あなたは会ったことがないから、彼がどれだけ嫌なやつなのかを分かっていないんです。その点においてはあなたを信用するわ。メイ博士、四季の律者戻ってきたよ。へえ、やっと戻ってきたんだ。こっちは5万年間の歴史を語り尽くしたところだったよ。それはそれは、長い間お待たせしてしまってすみません。とにかく巨樹の残骸を活性化させるために必要な準備はこれで一段落したはずよ。第一歩は確かにそうだったわね。でもあなたたちは私に何か別の質問があるようね。うん、実を言うと、準備をしてる最中に外部の世界からの通信を受信したんだ。彼女たちは私の戦友で、成婚計画のせいで現実世界の月に強制的に飛ばされたの。そして偶然にも、彼女たちの中に世界の泡をあんたの言う抹消に接続する実験に参加した人がいたんだ。なるほどね。博士、あなたは何らかの理由で世界の泡に関する真相を私たちに教えていない。そうでしょう。もちろん。はい。静かにふわ、理解できるでしょ。複雑な状況の中で何かを隠す行為は欺きではなく一種の整理なの。世界の根源は極めて複雑で人類が把握できるものではないけど、私たちは整理し、重要な部分のみを見ることで一定程度の万物の動作を観測できる。それが物理学の趣旨よ。はいはい。つまりわざと隠し事をしたわけじゃないって言いたいんでしょ？その通りよ。あなたたちにとってその詳細はどうでもいいものだから、気にしなくていいことだった。でもそんなに丁重に聞かれたのなら、私も丁重に説明させてもらうわ。とにかく私たちの間に誤解は必要ないの。簡単に言うと、私が省いた事実はこうよ。みんなが虚数側とつながった時、この世界の泡が勢いに乗じてあそこに戻れる確率はそう高くないわ。たとえそれができたとしても、使えるアンカーポイントがない限り
世界の泡と固有世界は強制的に融合する。私とプロメテウスはそのまま消えるでしょう。そのまま消える？あの橋の前の状態をまだ覚えてるかしら。この世界の泡が道具になった時に、あの橋の完全な状態と固有世界の崩壊状態が衝突したの。その結果はあなたたちが見た通りよ。キアナが外部の戦友と話すことができたのは、空のリツチャの力で橋の修復をしたからよね。うん。それから彼女の話によると、三次元的な感覚で言えば私たちは同じ場所にいるんだって。当然よ。ケビンが成婚計画を始動させ、みんなをここに封印した。その行為によりこの世界の泡は浮上して、そういった結果をもたらしたの。事実、私たちの計画の中心となるあの巨女の残骸も、成婚計画がこの世界の泡を選んだからここに現れた。あなたたちもプロメテウスに尋ねたでしょ？そういう存在がなぜ漁師の海の奥に現れたのかって。待って、それってつまり私たちが何もしなくてもこの世界の泡は最終的には外の世界と融合するってこと？その通りよ。そんな状況でもあなたたちは現実世界の月に戻れるけど、その時にはもうすでに成婚計画は成就し、あなたたちの立社コアもダメになると思うわ。ほら、あなたたちにとってこの世界の泡自身の運命はそれほど大事なことじゃない、そうでしょ？何ですかそれ。つまりあのヨルムンガンドとやらと同じようにあなたたちを道具として扱ってほしいってことですか？私たちをどう扱うかはあなたたちの自由。でも現実は言うまでもなく、相手がケビン個人でも成婚計画でも関係ない。あなたたちの今の敵は時間なの。あなたね、あなたはいつもそうですよね。他人に対してもケビンに対してもあなた自身に対しても同じように残酷です。私の仕事にとって余計な感情は害にしかならないわ。戦争の時代に生まれた一人の将軍を想像してみて。彼が適任者なら自分の兵士たちを深く愛するはずよね。それでも兵力の計算や任務を手配するとき、彼は生きた兵士たちを紙の上にある数字にしなければならない。その仕事がなければ人々は科学の力を使えない。それは人間性と現実の間に必ず存在する矛盾。そして私たちが公平でいるためには区別せず同じ基準であらゆる人とことに対応しなければならない。それはリラックスして。あなたたちのような新世代の人たちが向き合わなければならない残酷さはことの裏側にあるの。歴史の運命を思って感傷に浸るより、あなたたちがすべきなのは未来を導くことでしょ？確かにそれは私たちの使命だよ。でも使命は人生のすべてじゃない。みんなが気にしてるのはそこだと思う。あら、それなら簡単よ。プロメテウスが準備を終わらせるまでまだ時間はあるし、誰かさんに見習って女の子だけのお茶会を開こうかしら。はい？本気ですか？プロメテウス、一号景色の起動をお願い。
承知しました、博士。これは…気をつけて、ライデン・メイ。これは世界の泡で感覚器官を騙してるだけ。 VR ゴーグルみたいなもので、イニシエの楽園のような全面の仮想空間ではないの。なるほど。でも急に楽園の景色を再び目にしたから、感慨深い気持ちになったわ。おお、メイ先輩が言ってた楽園ってこんな感じだったんだ。現実にはない美しさがあるんだね。別に大したことはないでしょ。お茶会をするならお菓子も必要ですよね。今は使える力が限られていますから、私のよく知っているものしか出せません。イギリス式の紅茶は無理です。ですが、メイ博士、あなたは超能力者じゃないでしょう。どうして私と似たようなことができるんです？私とプロメテウスはこの世界の泡のパーツ。こう話せば理解できるかしら。この景色はプロメテウスが自身を使い構築したホログラフィーよ。私たちは世界の泡の一部だからこそ、あなたたちと同じ方法でここから出られないの。あら、このお茶菓子とお茶の組み合わせは悪くないわね。当然です。このウンム茶は毎日飲めるものじゃありませんよ。ブローニャは遠慮しておきます。緑茶はあまり得意ではありませんので。つまりメイ博士はこの世界の泡に関することに介入してほしくないんでしょ。もちろん、あなたたちのしたいことは何の役にも立たない。むしろそのせいであなたたちは極めて高いコストを背負い、何の収穫も得られないかもしれない。忘れないで、ケビンと成婚計画にとって時間は味方、つまりあなたたちの敵よ。巨樹の残骸を利用すればあなたたちは最短で現実世界に戻れるわ。もちろん博士の判断を信じるよ。でも個人としてあなたたちは私たちを放っておくという結論を受け入れられない。そうよね。何か努力できるチャンスがあるなら試してみたくなるものでしょ。博士が話した状況をどうしても受け入れられないというわけではありませんが、少なくとも気持ちを消化する必要があります。三人とも本当に分からず屋ですね。船長が沈没した戦艦を捨てられないのは世の常です。リラックスして片時の安らぎを満喫するのも悪くはないでしょう。それにキアナはこれから橋の修復よりずっと難しいものに挑む。そうでしょ？ええ、案外その面においても鋭いわね、意識の立者さん。もちろんです。実力がないのに大口を叩くような人間ではありませんから。つまり一体どういうこと？まさか。あ、振り込みの成功率に関する問題？成功率？だってキアナちゃんはあのオットーの前で
ういうことなのね。うん、あの時私は100人分の力を借りてようやくできるようになったんだもん。確かに今のキアナは退去研究のコツによって律者に対する封印を回避しているだけです。夫を戦の時と比べればまだまだ万全な状態とは言えません。悪くないね。さすがは断りの律者だ。メイ博士の予定目標をクリアするなら退去研究だけでは妥当とは言えないよ。だからキアナ、あなたの精神世界に別の人を受け入れ、成婚計画による枷を振り切るのをサポートしてもらって。そんなこと可能なの？もちろん。退去研究で律者の力を調整できるようになったんだから、それを突破口にして誰かのサポートを受け枷を破ってもらえばいい。ふん、わかる？あなたたちが忙しくしていた間、こっちだって頭を動かしてたんだよ。ただメイ博士にホラを吹いていただけじゃなかったんだ。つまり成婚計画は律者自身を利用してその力を虐殺してるだけ。その段階でもう一つの律者の意識があれば精神の枷を容易に壊せるわ。そしてそれができればサポートしたもう一人の律者の力も一定程度回復するはずよ。わかった。でも誰かにサポートしてもらうって具体的にどうすればいいの？律者ならさほど難しくないわ。私も四季の律者もあなたたちをその状態に導くことができるから。私は遠慮します。私があんなことをするように彼女たちを導くなんておかしいでしょ。おかしい？後でわかるから、あまり照れすぎないように。とにかくキアナはまずメイとブローニャのどちらかを選ぶ必要があるわ。メイ先輩、その手伝ってもらってもいいかな？もちろんよ。ブローネちゃん、しばらくここにいてもらってもいいかしら？はい。二人の健闘を祈っています。ここにしましょう。知ってると思うけど、あなたたちのようなリング上の得意点を持つ律者は自分の意識をコアに保存できるのよね。それってベルト、それとも昔の彼女みたいに？似たような話を聞いたことがあるし、私自身も別の人格と体の主導権を争った経験がある。でも意識をコアに入れるなんてまだ試したことはないんだ。大丈夫、一方的に進めたりはしないから。二人とも律者なんだから、互いの心と体が十分に開かれた状態なら相手の思想空間にたやすく入れるはず。キアナ、体と心をリラックスさせてライデン・メイという人間の全てを感じなさい。
そしてメイは古の楽園に出入りした経験を生かして自分の意識をキアナの体内に入れるようにするの。でも具体的にはどうすればいいのかしら。理論上はいろんな方法があるけど、あなたたちにとって最も成功率の高い方法を選ばせてもらうわ。こう、それからこうすればいいんだよね。ええ、大して複雑じゃない。そうでしょ。でもこれは本当に少しおかしいわね。楽にして、雑念を捨てるように。あ、ごめんなさい。分かったわ。謝らなくていいから。女の子同士だもの。心を落ち着かせて、入ることと受け入れることに集中すればいいわ。こんなに時間が経ってるのに、メイ先輩はもう私の思想空間に入ったのかな。どこか違和感があるような。やっぱり何も進んでないみたい。思想空間に入る、思想空間に入る、思想空間に入る。キアナちゃんは何をしてるの。そんな風にされると余計集中しづらくなるわ。それとも反響が聞こえるのは私がすでにキアナちゃんの思想空間に入った証なの。いや、まさかね。私ったら何を考えてるの。ごめん、メイ先輩。もうブツブツ言わないから。私の考え事もキアナちゃんに知られたんでしょ。これでおあいこね。でもそう考えると私たちはもうすぐ成功するってことかな。わからないわ。でももう少し楽にしてみて。昔のように自然にね。昔のようにか。本当にメイ先輩にしか口にしない言葉だよ。
人の考えが触れ合い、一つの点に溶け合った瞬間、ふと浅い眠りのような軽やかさがやってきた。どちらが先に心を動かしたのだろう。彼女たちは突如として空を飛び、暖かい風に吹かれた。その時間は長いようで短い。そして少女たちは同時に目を開けた。セイ・フレイヤ、彼女たちにとっては家のような場所だ。まさか最初の場所がここだなんて思わなかった。彼女たちはやっぱりいないんだね。キアナちゃんは支配劇場にいた時に姫子先生に会ったのよね。うん、プレイグジェムに記録された世界の中でね。でもメイ先輩は相変わらず鋭いな。私が経験したこと、すぐにわかるんだね。あの時、ここで別れを告げたんだ。その後、私、じゃあ、今日学園に戻ったキアナちゃんは、もう姫子先生の名に恥じないクラス代表になったのよね。考えもしなかったよ。クラス代表っていう言葉を背負う日が来るなんて。でもキアナちゃんにぴったり、そう思わない？それにクラス代表のキアナちゃんに、ずっと授業をサボってた私の補習に付き合ってほしいと思ってるの。こういう時はメイ先輩が昔教えてくれた言葉で答えるべきかな。確か率先霊光？それはともかくとして、あの思い出はこの一年の間に起きたことの中で一番メイ先輩に聞いてもらいたい話でもあるから。じゃあクラス代表お願いね。わかった。そうだね。あの日、彼女が最初にかけてくれた言葉は、久しぶりね、キアナ、だった。そうだよね。長い間会ってなかったし。でも、姫子先生とメイ先輩、それからみんなと一緒にいた日々は、昨日のことのように感じるんだ。それと、結構変わったとも言われたよ。その時こう思ったの。私が変わらなかったら悪いことは起こらなかったのかなって。なら私はブローニャたちの言ってたバカキアナのままでいたかった。すごく幼稚だよね。そう思わない？メイ先輩。でもその頃は本気でそう考えたし、現実離れした奇跡もたくさん想像したよ。今思い返せばそれは精神的に未熟な自我防衛だったのかもしれないね。人は永遠の別れを自ら語ろうとはしない。でも私は避けられないし、語らないわけにもいかない。私は本物の空の律者、心の準備はできてたんだ。でも短時間で納得して理性的に考えたり受け入れたりすることはできなかった。それは誰だって同じよ、キアナちゃん。姫子先生は一時的に連絡ができない状態だけど、世界のどこかで私たちを待ってる。
彼女はただ虚数空間で眠っているだけなんだって。私たちもそう願ってたわ。だからその時姫子先生にも急に現れすぎたんじゃないかって聞かれたよ。まだ心の準備ができてないんじゃないかって心配してくれたのね。うん。でもそういうことに対して本当の意味で準備をしてから向き合う人なんていないよね。むしろそれは永遠に逃げてることになるんだと思う。だからその後、不甲斐ないけど姫子先生の前で泣いちゃったんだ。めちゃくちゃ激しく。でもそれも成長に必要不可欠な部分。ええ、そうね。メイ先輩、知ってる？別れる前に姫子先生はしたいけどもう二度とできないことをたくさん教えてくれたの。その時私はようやく気づいたんだ。私たちの人生の中でどうでもいいように見えるものこそ大事な部分を占めてるんだって。もしかしたらそれこそが人生の中で最も価値のある部分なのかもしれないわね。そうだね。姫子先生曰く、本当のセーフレイヤに戻って黒板に字を書いて部屋に戻ってもう一杯いただきたかった。赤のドレスを着たかった。メイ先輩の手料理と委員長の作った麺料理が食べたかった。それと卒業して大人になった私たちを見守りたかったって。キアナちゃん。少し切ないけど力が湧いてくる。そうだよね。やっぱり涙より笑顔を覚えているべきだよね。だって人生から太陽が消えたと言って泣いてしまえば涙で星まで見えなくなるから。それはタゴールの詩かしら。うん、メイ先輩が気に入ったなら戻ったら貸すね。ええ、そういえば少し前に似たようなことを言ってくれた人がいたの。過去と別れを告げるときは笑顔でってね。古の楽園、それはヨルムンガンド幹部の試練の地で、記憶と記憶体で構築された世界だった。そこには委員長やケビン、そして最初に人類のために戦った律者を含めた全文明の13人のヒーローが眠っていた。その名も火を追う13英傑。私はそこで数ヶ月の間崩壊の秘密を探り、律者として生きる意味を探してた。旅の終わりに求めていた答えを手に入れたけど、受け入れがたい別れと向き合わなければならなかった。侵食の律者を倒すために記憶体である英傑は自ら犠牲になった。彼らは過去で私たちに人間性を残し、そして今私の人生により多くの自信をくれた。でも今の私の頭に残ってるのはやっぱり悲しみよりも
感動の方がずっと多かった。あなたが覚えてる限りこの物語は消えない。それは十三英傑の中で最もみんなに愛されてるエリシアが教えてくれた言葉よ。その物語は遺憾に満ちてるけど、だからこそ物語とそれが私にくれたものを忘れられないの。運命に押されず、時間に流されず、別れを恐れず、死から逃げず、終始一貫して自分の信じた未来に向かって突き進む。ゴールに着いた時には彼らの残した意志も、彼らが守ってきた美しさも、私たちのような後継者に受け継がれるはずだから。それが歴史のロマンというものなのかもしれないわね。十三英傑、いろんな物語を持つ人たちみたいだね。ええ、キアナちゃんが聞きたいなら彼らの物語をいくらでも教えるわ。ここまで結構長く話したと思うんだけど、変わった現象なんて特にないみたい。キアナちゃんはほっとしたみたいね。うん、だって誰も精神の枷の正体を知らないし、もしここで訳のわからない敵と戦うことになったら、周りの環境も影響されるだろうし。私のちょっとした私情だけど、聖フレイヤには私たちの記憶にある姿のまま変わらずにいてほしいんだ。この道を歩くといろんなことを思い出しちゃうな。そうね、あの頃放課後のチャイムが鳴ったら、キアナちゃんはいつも真っ先に教室から飛び出して、そしてその次に教室を出るのは大体私。訳も聞かされないままキアナちゃんによく引っ張られていたわね。だってメイ先輩の料理があまりにも美味しかったんだもん。授業中も放課後になったら早く帰ってご飯を食べようって思ってたよ。キアナちゃん、それって授業中にぼーっとしてたのは私のせいだって言いたいの？違うよ、私のお腹のせいだよ。ずっとグーグー鳴ってたからそうなっちゃったの。そういえばあの頃のブローニャは冷たく見えたし、寮にすぐ帰りたいって感じじゃなかったけど、本当はいつも前日にわざと理由をつけて私にメイ姉様の翌日の献立を聞いてたんだよ。そうだったのね。メイ先輩、あの塀の向こうにあるレストラン街のことまだ覚えてる？もちろんよ。確か私が刀の修行につまずいて練習のために部屋にこもってた時、キアナちゃんは私を連れ出してあそこのアイスクリームやお菓子を食べさせてくれたのよね。機会があったらもう一度白桃味のプリンを食べたかったわ。メイ先輩、どうしてキャラメルプリンとクレープの話を飛ばしたの？美味しくなかった？キアナちゃんが選んだものは何でも美味しかったわよ。どうして白桃味の話を先にしたかというと、実は、あい、今はやめておきましょう。え？メイ先輩ったら、もったいぶらないでよ。キアナちゃんと違って、あれは私が初めて友達と交換しながら食べたお菓子だからよ。気がついたら訓練場に着いてたね。精神の枷が
おとなしくここで待っててくれたらいいのに。残念ながら誰かさんと同じようにあまりおとなしくない生徒のようね。メイ先輩ってば。確かあの頃のキアナちゃんはいつも前に出て最強のバルキリーになるって言ってたわよね。でも授業中は居眠りばかり、テストの復習もちゃんとしない。さらにゲーム機を持っていつも満点を取るブローニャちゃんのところに遊びに行くんだもの。ストップストップ、メイ先輩、どうして急にそんなことを話し始めるの？それ以上話したらまたメイ先輩に耳をつねられちゃう。あら、恥ずかしい。メイ先輩、私はもう子供じゃないよ。もちろん。今のキアナちゃんは、私やブローニャちゃんがいろいろしなくても、ちゃんと自分のすべきことをする。むしろ、恐ろしいほど自覚してるんじゃないかしら。そこまでじゃないよ。デュランダルに比べたら、私は緩いくらいだと思う。ここは？キアナちゃん、大丈夫？うん、今は大丈夫だよ。ならいいけど、さっき急にキアナちゃんが人形みたいに無反応になったの。そして一面の暗闇に消えたセイフレイヤの代わりに千葉学園が現れた。てっきり準備をする間があるのかと思ってたわ。例えば急に扉や光の輪が現れて、それに触れて次の空間に行くとか。メイ先輩ってば、ゲームじゃないんだから。それとも今のって実はブローニャが乗り移っていったセリフだったりする？ごめんなさい、今まで古の楽園で似たような経験をたくさんしてきたから、発想にもそういう癖がついてたみたい。メイ先輩、どうして急にそんな真面目な話し方になってるの？まさか私たちがここにいるから？それは。いいえ、キアナちゃんの言う通りね。かつての私はここで起きたことを思い出すのが怖かった。精神のカセはここにはないみたいだね。ええ、私たちの他に何もないわね。あの人そっくり。
違うところもあるんだよ。例えば周りの雰囲気とか。あ、メイ先輩見て、ここのフェンス大きな穴があるよ。景色を見るのに便利だね。でも、こんな大きい穴、どうやって作ったんだろう。あ、それは、多分、私がキアナちゃんを吹っ飛ばした時にできたものだと思う。なるほど。道理で全然覚えてなかったんだ。でも、これのおかげで、千葉学園の展望台のランクがまた上がったんじゃない？余すところなく見渡せるっていう意味で。ええ、キアナちゃんらしい考え方ね。はあ、ここは見晴らしがいいだけじゃなくて、気持ちいい風も吹いてるね。残念ながら、当時の私たちには、この景色を楽しむほどの余裕はなかったわ。じゃあ、一気に目に焼き付けていこう。次の空間転換は、すぐには起こらないと思うから。私の考えが正しければ、そういった転換は、私の感情の波と関係があるんだと思う。感情そのものか、それとも、波の強さ次第なのかはわからないけど。構わないわ。キアナちゃんの思想空間にいる以上、成り行きに任せるのが一番いい方法なのかもしれないわね。うん。先輩。ん？なんでもない。急に呼びたくなっただけだから。じゃあ、キアナちゃん？実は、あの日のことだけど、最初はメイ先輩に伝えられなかったことがたくさんあるって思ってたんだ。だけど、ある日、何かを伝えるという問題じゃないって、ふと気づいたの。だって私の考えなんて、メイ先輩が察せないわけないでしょ？逆の場合でも同じでしょうね。ヨルムンガンドに入ったばかりの頃は、ほぼ毎晩眠れなかったわ。眠れない理由はわかってるのに、解決できなかった。だからそれからは、その時間を考えることに使ったの。当時一番考えたのは、起こるべきじゃなかったあの戦いを避ける方法だった。例えば、二人とも落ち着いて話すべきだったんじゃないか、とか。でも、どうしても最善の答えは見つからなかったの。だって、私を引き止めたいキアナちゃんも、キアナちゃんを助けたい私も、どちらも間違っていなかったから。間違いがない以上、言葉で相手を説得するのは難しい。間違いがない以上、積極的な行動に出た私たちを止めることはできない。あれは、避けられない出来事だったのよ。そうだね。もしかしたら、それが成長なのかもしれないね。今の私たちは、当時と変わらない信念を持ってるけど、お互いを説得する必要はとっくになくなってる。その違いは些細なものなのかもしれないけど、パプリカカレーを食べた時や天球史にいた時に今日みたいに心を開くことができてたら、
多くの紆余曲折もそんなに苦しまずに乗り越えられたんだろうね。ええ。でも逆に考えると、もしあの時の衝突がなかったら成長できなかったし、今の私たちになることもなかったんだよね。つまりキアナちゃんの結論としては、あの時喧嘩した甲斐があったってことかしら。メイ先輩、校内で暴力を振るうのはダメだよ。私たちは枕投げ大会みたいなやり方で解決するべきだと思うんだ。二人は笑った。目が合った瞬間、彼女たちははっきりと感じる。かつて二人の間にあった形のない壁、その最後の瓦礫も笑い声とともに消えていった。メイ先輩、ん？知ってると思うけど、ヘリオスに戻ったばかりの頃の私は、多くのことや決めたことを誰かに話さずに心の奥に隠したり、一人で行動したりしてた。そのたくさんの誰かの中で、一番共有したくない、する勇気がない相手は、メイ先輩だった。それは、私たちが離れ離れになった理由でもあった。わかってるの。私のことになると、メイ先輩の感情の波は、他の人たちの時よりずっと大きくなるって。でもメイ先輩はそれを見せずに、ただ私の全てを包み込んで、受け入れて、そして必要な時に導いて、助けてくれた。初めて会った時から、ずっと。美しい世界のために戦う、それは私の信念で、姫子先生との約束でもある。そして私にとって、メイ先輩はその美しさの中で最も特別な存在。特別だからこそ、私や世界よりもメイ先輩自身のことをもっと大切にしてほしい。メイ先輩、それで今はどう思ってるの？多分、人の思考と行動は多くの場面で矛盾するものなんだと思うの。だって世界は私たちに最も理想的な結果を選ばせてくれるとは限らないでしょ。だから、もし私が少し先の未来で自分たちの運命を変えるような選択をもう一度突きつけられたとしたら、今の私はあの時のように何の躊躇もなく答えることなんてできないと思う。多分、迷い、考え、いろいろ考慮するんでしょうね。それはきっと、キアナちゃんと一緒にいることで、私の中の世界の重みがどんどん成長してるから。でも結局のところ、そんな風に私が世界を好きになるきっかけをくれた人は、キアナちゃん、あなたなのよ。あ、
がとう、メイ先輩。私も、メイ先輩が同じくらい大事だよ。私、すごく嬉しいんだ。また変わったね。でもここはどこだろう。上空市に見えるけど、もしかしたら私の記憶かもしれないわ。ここはキアナちゃんの思想空間だけど、中にいる私の影響を少し受けてるよね。覚えてる？キアナちゃんがベナレスに乗って超空誌の虚数特異点を閉じようとした時、虚数の造物の襲撃を受けたでしょ。ここはベナレスが落ちた場所よ。キアナちゃんを追いかけた私を守るために、彼女が代わりに巨樹の残骸の一撃を受けてくれたの。その後彼女の意識は完全に消えたわ。やっぱり、だから、クリカラが生まれたんだね。ええ。ベナレス。ううん。ベラって呼んだ方がいいかも。空の律者と対峙した時、ベラには何度も助けられたんだ。彼女がいなかったら、トラウマを克服して、空の律者に勝つことなんてできなかったと思う。でも最後は律者コアに残る幻影として召喚者と一緒に消えちゃった。ベラにはありがとうって伝えたかった。私もよ。今思い返してみればシンプルな理由で助けてくれたのかもしれないわね。あなたを悲しませたくなかったのか、もしくはシーリンの面影を感じたか。うん、ベラ、彼女の善と悪は素朴だった。だからこそ片方の存在だけで彼女を定義してしまうと少し不公平だよね。視点を世界の外側に移せば、きっと絶対の悪もベラとシーリンが崩壊の奴隷、運命の囚人だったように、ヨルムンガンド、もしくはケビン、彼らも同じなんじゃないのかな。成婚計画が永遠の夢を意味するなら、世界中の人々を運命の囚人にするのと同じ。しかも、もしかしたらそれよりも最悪なことになりかねない。ヨルムガンドは運命から人類を解放するって言ってるわ。でも結果的にはヒオウガの暗部を受け継ぎ、一般人の運命を無視し、文明を崇拝しながら命を軽視してる。例えるなら、仮に私たちの目の前に階段が存在するとしましょう。階段の上にたどり着けば崩壊と戦える。天命とネゲントロピーの争いの数々は一歩一歩登っていく過程で生じたもの。でもヨルムンガンドの場合、全文明から受け継いだ知識と技術でトゲまみれの階段とそこに這いつくばる人々を無視し、飛行船に乗って答えを見つけようとしてる。蛇の目には頂上しか見えてない。だからこそ
階段で必死にあがく一般人はチリアクタも同然で、それらに目を向けたりしないんでしょうね。なら私たちにできることもシンプルだよね。トゲだらけの道を一緒に切り開いて、幸せを目指す美しい道をみんなに見せるの。ええ、キアナちゃんの言う通りね。現状から見ればヨルムンガンドと私たちの間には大きな分岐が存在してる。私たちはこれから彼らを超えるより良い答えを導き出さなければならない。難しい問題だね。でもそれもすごい挑戦なんだと思う。ヨルムンガンドが終焉を超え未来へ飛び込むことができると信じてるなら、なおさら私たちにだってできるはずだよ。そうね。そうよね、ベラ。メイ先輩、気をつけて。肩を並べて戦うのは久しぶりね。でもちょっと体を動かせばすぐに昔の感覚をつかめるよ。メイ先輩、私たちってやっぱり最高のパートナーだよね。ええ、もちろんよ。昔同じことが何度あってもキアナちゃんの失った武器は私が作り直すって言ってくれたよね。でも本当はメイ先輩こそが私にとってもう半分の武器だと思うの。なら私にとってのキアナちゃんも同じよ。準備して、一気にとどめを刺すわよ。うん、任せて。よし、今よ。火炎バッケン。これで終わりだね。どうやらキアナちゃんも力が戻ったみたいね。メイ先輩もでしょ。私はさっきよりはマシになってるけど、まだ完全とは言えないわ。そっか。でも成婚計画も大したことないね。でも強いて言えばメイ先輩がいたからこそ全部うまくいったんだと思う。それとブローニャ、四季の律者、あとメイ博士の助けも忘れちゃダメだよね。そういうところは昔のままね。そういえばメイ先輩、どうやらあれが思想空間を抜け出す扉のようね。ああ、さっき期待してたのはこれのことだったんだ。期待というほどではないわ。でも本音を言えば
私はもう少しキアナちゃんと一緒にいたい。私も。だってここから出たらこうして楽しく過ごせる時間もほぼなくなっちゃうし。だからそろそろこの場所にさよならを言う時間だね。メイ先輩、一緒に帰ろう。ええ、キアナちゃん、約束するわ。一緒に帰りましょう。なんだか不思議な体験だったね。すごーく長い時間が経ったような気分だよ。私はとても短く感じたわ。まるで夢を見てるような感覚だった。けど夢じゃないよ。少なくとも今回は、これからは夢じゃない。そうね、あんな夢はもう必要ない。私たちには一緒に未来を作る時間が十分にあるでしょ。よし、さっさと全部片付けて日常生活を満喫しないと。最近はデュランダルに見張られてて、もう1ヶ月もみんなと一緒にアイスを食べてないんだよ。そこまで追い詰めるなんて、デュランダルさんもすごいわね。けど今のやる気を見る限り、力は完全に回復したんでしょ。もちろん、キアナ・カスラナはただいま絶好調。ほら、今はもう最高潮って感じ。メイ先輩はどう？どのくらい回復した？感覚から察するに、少なくとも半分くらいは戻ってるわ。けど、そうね、私は思想空間に入った側だから戦闘力を完全には回復できていないわ。不調なの？じゃあこのキアナが騎士になってメイ姫を守ってみせる。確かにその方が効率的ね。じゃあ
前線の支援は指揮の律者に任せましょう。メイ先輩、冗談だってば。メイ先輩と私は以心伝心だし、全力を出せなくたって私にとっては頼れるかけがえのないパートナーだよ。それにさっき一緒に戦えて本当に嬉しかったんだ。ええ、私もよ。それで次はメイ博士が話してたようにもう一体の巨樹の残骸を倒すんだよね。そういえば彼女たちはどこにいるのかしら。もう出発したんじゃないかな。とりあえず予定ポイントの近くまで行ってみよう。あ、ブローニャ。うまくいきましたか。うん、お待たせブローニャ。目立った進捗があったなら待った甲斐がありますね。キアナ、調子はどうですか。巨樹の残骸と戦う準備はできましたか。もちろん、今以上に元気な時なんてないってくらいだよ。なんて冗談冗談、実はあとちょっとなんだ。あとちょっと。メイ先輩だけじゃまだ足りないの。私たちにはブローニャの頭脳も必要。あ確かにそうですね。正直そちらの方がブローニャが得意としている分野です。そうだね。それに誰であっても知識と判断力は重要な武器になる。だからこれからもよろしくね、私たちの最強のブレーン。ええ、もちろんです。ブローニャはみんなをがっかりさせたりしませんから。あ、そういえばどうしたの、ブローニャちゃん。少し遅れてしまいましたが。おかえりなさい、キアナ。おかえりなさい、メイ姉さん。博士、目の前の景色を調べましょうか。初歩的な分析ではこちらの光景は以前と比べて何の変わりもないようですが。ありがとうプロメテウス、けどその必要はないわ。私はこの目に映る全てを覚えておきたいだけなの。それらを記憶したところで長くは持ちませんプロメテウス、
それって私に向けて愚痴をこ…博士、私はデータの演算効率を優先して設計されましたから、感情モジュールのスペックはそう高くはありません。愚痴ではなく、単に客観的事実を話したに過ぎません。17号、私としてはあなたの主観的な感想が聞きたいわ。あら、戻ってきたのね。もう準備ができたの？なら、そろそろお別れの時ね。メイ博士、世界の泡から抜け出す時、もしかしたら私たちの軌跡が一瞬の間だけ特異点を残すかもしれない。役に立つかどうかはわからないけど、もしその隙をつかみ自身の存在のあり方を再調整すれば、固有世界で存在を維持できるかもしれません。仮説が多すぎるけれど、その推測自体に問題はない。でもその状況を現実にしたいのなら、私たち、正確に言えばその手段を使ったメイ博士が成功する確率は不確定性原理で決まる定数に近いのです。つまり10のマイナス30乗より低い。プランク定数ですか。それはつまり。別に驚くことはないわ。世界を欺くのなら危ない橋を渡るしかないの。四季の律者が教えてくれたの、あなたたちも知ってるはずよ。前回それを成し遂げたのは、いわゆるオットー主教。どんな状況で世界を欺き、そしてどんな代価を差し出したのか。気にする必要はないわ。あなたたちが現れなくったって、私の体もこの世界の泡も時間が流れ始めたら長くは持たない。5万年に比べれば4時間と40日間なんてそう変わりはありません。だからお互いにきっぱりとさようならを言いましょう。シキちゃんみたいに。四季の律者は最初からあっさりと私の選択を受け入れてくれたわ。もちろん少し感情的な言葉を混ぜ合わせていたけれど想定外だったわ。こういう世界で不和と記憶を分け合った律者があんなにも面白い性格をしてるなんて。あなたたちの時代の不和とも会ってみたかったわね。けど大丈夫、あなたたちが代わりに挨拶してくれるのよね。メイ、そんな顔をしないで。だってあなたはすでに古の楽園の終わりを受け入れてるはずよ。どうしてそのことを。見えるのよ、エリシアがあなたに残した印が。だから信じてるの。火を追う側の意志を受け継いだものなら、私たち一人一人の行いにはそれぞれの意味があったことを理解してくれていると。あなた自身のことも信じてる。私がケビンを信じてるようにね。私はただ最近見届けた別れがあまりにも多すぎると思ってただけよ。けど別れには意味がある。そうでしょ。火を追う側、組織にそんな名前を付けた頃は多分思いもしなかったはずよ。火を追いかけるがよりも道を照らしてくれる火の方が彼らに向いてるって。あ、
そう思うとメビウスは本当に素敵な名前をつけてくれたわね。確かに尊敬に値する名前だわでしょ。さて、過去に埋葬されたものを悲しむ必要はないわ。勇気を出して未来へと向かいましょう。メイ。メイ博士、直接脳に話しかけているの？それとも四季の律書が？成婚計画の本質は世界の編纂。このことさえ覚えておけば、いずれは律書の力でそれを変える方法を見つけられる。そして新たな起源に時代の火種を灯してちょうだい。それが人の律者であるあなたたちの責任。別れの時間はもう終わった？そろそろ出発するんでしょ？うん、そろそろ巨樹の残骸に挑んで私たちの世界に戻らなきゃ。わかった。なら早く行きましょう。余計なことを話す必要なんてない。ジメジメした別れなんてまっぴらごめんだし。さっさと行きましょう。四季の律者、彼女も。そうね、行きましょう。これから私はこの世界の泡に蓄積したエネルギーを使ってキアナが巨樹の残骸を完全に復元できるよう誘導します。チャンスは一度だけですから、事前準備はしっかりすることをお勧めします。じゃあそろそろ行こう。もたもたしてないで、さっさと終わらせるよ。キアナちゃん、いつも通り思いっきり戦って。ええ、今のキアナならきっと問題ありません。そう、その距離が適切です。では今から想像してみてください。あなたの前にはどう戦っても倒せないと言われた義神オットーが存在しています。彼の無限を終わらせるには彼の生命力を有限側に拘束する必要があります。そうです、まさにその通りです。補給してください。それだけ。この列車すべてを断ち切る。でエネルギーを補給してください。決戦の時が来た。これでエネルギーを補給してください。審判の時は来た。全身
これでエネルギーを補給してください。審判の時は来た。バニーパンチ、雷電の攻撃、これでエネルギーを補給してください。今の時は来た。このレッグ全てを断ち切る。フッフッフッ。ゲームオーバー。雷電の攻撃、早く。エネルギーを補給してください。すべてを断ち切る。重力制圧、バニーパンチ。エネルギーを補給してください。ゲームオーバー。審判の時は来た。これでエネルギーを補給してください。補給してください。やけどに注意。決戦の時は来た。火炎罰剣。これでエネルギーを補給してください。補給してください。火炎罰剣。エネルギーを補給してください。終わりだね。ええ、これで終わりのはず。となると次は随分と慣れてきているようです。はい、これで十分です。それでは。この扉はまさか。はい、あなたが感知した通りです。これこそが固有世界に帰ることができる通路、生きるためにあがける最後のチャンスでもあります。
なたたちはできうる限りのことを全てやり遂げました。これからは私たちが持つ全ての力を出し切り、一か八かの賭けに出るしかありません。準備はできた？これから帰るよ。当然です。私はヒッチハイクでもしてるって思うことにするよ。よし、ならしっかり捕まってて。でしょうか。大丈夫、瞑想してただけだから。瞑想？キアナがしてたようなトレーニングですか？神州では、いや東方ではよく見かける訓練方法だね。伝説にある対通に動ず、羽化当選みたいな効果はないけど、心境を広げ進行を察知するって面においては抜群の訓練方法なんだ。確かに私も染み消しを利用する力を高めたいときは常に似たようなことをしていました。なるほど、だからみんな冷静で落ち着いてるんですね。あれ、ゼーレ、何か勘違いしてない？私が瞑想してたのは気持ちがごちゃごちゃだからだよ。正直なところ、デュランダル、私たちいつまで待たないといけないの？ここに来たのもまだ2時間前のことですよ。はあ、あんたってばよくそうじっとしていられるね。今もキアナたちが頑張って帰る方法を探してるって考えると、私はいても立ってもいられないよ。こうして2時間も待つ羽目になるって知ってたら。すみません、興奮しすぎました。
とにかくあなたたちも無事で何よりです。お久しぶりですね、ライデン・メイさん、ブローネ・ザイチクさん。お久しぶりです。お久しぶりです、デュランダルさん、リース・ショーさん。みんなが無事でよかったです。近くで軽く休んだら、さらに新しいエリアの探索を続けましょう。5万年前の世界の泡と融合した後なら、下の方も探索可能になっているはずです。うん、休憩しよう。ついでに情報交換もできるし。けど、この奥のエリアには何が待っているんでしょうか。そんなの、あのケビンってやつしか知らないと思う。と言っても、彼との戦いは極力避けたいよね。羅刹人の話だと、あの男の力が回復したら絶頂期の退去門派でも相手にならないんだって。へえ、昔は結構威張ってたのに、ケビンごときにそんなにビビるんだ。いや違う、見た目は似てるけど、あんたは彼女じゃない。ズバリあんたが四季の律者だね。何何、喧嘩でもしたいのかな。四季ちゃんって師匠に対してはなんだかすごく厳しいね。あ、もしかしてカロスタンで、うん、こういう時は痛いところをつかないべきです、バカキアナ。あなたたちもだよ。ケビンと対峙するからって自信をなくす必要なんてある？私一人でもケビンと互角なんだし、こんなに人がいるんだから恐れることなんてないでしょ。互角？全力は出してないと思うけど、こっちも奥の手を残してあるし。とにかく本当に戦いが迫ってきてるなら、なおさら敵の士気を上げ味方のやる気を減らす必要はないでしょ。士気の律者、私たちはケビンを恐れてはいません。だからこそ事実に基づいてお互いの差を語っているんです。気真面目だね。よく考えてみて。ああ、そういえば一つアイデアがあるんだ。恐怖の源を排除すれば全て解決するでしょう。心配は無用だよ。簡単にできることだから、息を殺してそっと背後に回れば。四季の律者、あの男と手合わせしているならなおさらわかるはずです。さっきも言ったでしょ、そう向きにならないでって。せっかくあなたたちに教えを授けてあげているのに。戦士たるもの、天地を恐れなければ恐怖を克服して、恐怖を、
僕念じってば、一体どれだけ私に迷惑をかければ気が済むわけ？ねえあんた、今は誰が迷惑をかけてるって思ってるの？月の律者、何をするつもりですか？やめやめ、ちょっと席を外すよ。私は忙しいの。一人一人にカウンセリングをしていられるほど暇じゃないんだ。でも、どこに行くつもりなの？聞かない方がいい。どうせついてこられないだろうしね。四季の律者って本当に変わってるね。あ、何かおかしなきゃ。うん、もしかしてさっき言ってたのは。やはり。ケビン、彼がこの通路の先にいるわ。それに委員長、今のあなたはこんなにも。ケビン、あなたは自分の骨をうずめる場所を探している。そうでしょ？否定はしない。絶望的な勝利もまた勝利だ。何らかの方法で全ての律者を捕らえているのなら、なぜ私だけ見逃してくれたんですか？四季の律者のコアは今でも私の体内に存在しています。あなたはそのことを知っているはずです。理由など存在しない。何せ君は君だ。確かに。例えば、あなたに会いにここまで来たのは、不和として肯定したかったからです。火を追う蛾の宿願を果たし、あなたはこれから人々を率いて崩壊に打ち勝つ。それについては不和として認めざるを得ません。不和としてか。なるほど。私がただの不和なら、何事ももっと簡単だったでしょう。君のせいではない。ケビン、かつてあなたは私の戦友でした。戦場では
私が最も尊敬するリーダー。理念が違ってもあなたの反対側に立つ勇気など私にはありません。そのことは認めます。昔スーがこんな言葉を教えてくれました。死に際が終焉の降臨ではなかったことがケビンにとって最大の遺憾なんだ。あの頃は単にメイ博士のことを指しているのかと思っていました。しかし今日になってその遺憾が他に何を意味するのか。あなたは勝利者になったその瞬間、救世の命を背負う自身もその手で殺すつもりなのでしょう。君なら僕たちは語る。クア、メイはかつて火種計画を君に託した。復帰とジョカが命を落としたことで火種計画は僕たちにとって失敗したも同然になった。再び旅立った箱舟も数千年後に連絡が途絶えた。だから僕は一度その時点で成婚計画を実行しようとした。新人類の人口が数億を超えた程度で律者の誕生前なら比較的小さな代償で使命を果たせる。だが君も知っているようにスーが僕を止めた。数億人の犠牲より彼は、スーは豪奢計画にかけて定められた終焉が訪れるまでに善を尽くせる方法を見つけようとしたんだ。彼の望みが叶っていればいいんだが、クア、今が成婚計画を成就させる最後のチャンスなんだ。12人の決められた律者が降臨した今、比較的大きな代償でより大勢の生存者を残す。しかしスーが彼の答えを見つけられたのなら、君の火種はまだ消えてはいない。むしろそれは今から燃え上がり、歴史が背負う罪を全て洗い流すはずだ。だからこそ友か敵か選べ。残念に思う必要なんてないわ、私の旧友。今は外と連絡が取れず、あなたの計画も的外れになってしまったのに残念ではないと言うんですね。計画ね。本来の私と同じように何もかもを知り尽くし、何もかもを掌握していたとしても、私は彼女と同じように他人の進む道を切り開いた後は無様に消える。私は悔しいと思うべきなのかしら。人間にとっては確かに苦痛を感じるような経験です。しかし博士、あなたなら私が別の意味で言っているのだと分かる。前回私を責めたことについてかしら。世界を裏切るためにあの子たちを利用しようとしたこと。あの時きつく当たった理由のことでしたらその通りです。融合は不可逆的な過程ですが、計算によればそれは本来40日後に発生するはずです。
つまりあなたは自身の知識を駆使して世界の壊滅を40日も前倒ししたのです。たとえそれがあなたと私しか存在していない世界の泡であろうと。人間にとっては必要な行いなの。必要な行い、それは今日という意図も含めてですか。たとえ律者が成婚計画を止める理由が十分にあっても、今日こういう世界に戻る必要はありません。演算結果によると、こちらでコンディションを整えさせるという良策もあったはずです。いわゆる木こりのジレンマを回避する作戦です。しかし、博士は最初から黒弦が迫っているという暗示をかけ、彼女たちを誘導していました。最初は何かを考慮した結果だと思っていましたが、博士、あなたは、意地を張っているのではありませんか。昔、まだ自由に動けていた頃、毎年今日どんなに大事なことがあろうと、あなたはそれを置き去りにし、一人でここを訪れ、何もせず一日中過ごしていました。そのことの優先順位が何よりも上回っているのなら、融合するその瞬間、この時間に身を置くことが何よりも重要なんだと。私、しかし傾向から見ると誤差はコントロールできません。あなたと私は融合する前に完全に消えてしまうでしょう。救いなどなおさら空想です。だからどんな内容かは分かりませんが、これは後味の悪い結末です。意図的に追い求めていた時間が意味をなくす。つまり、完全に的外れな計画です。嬉しいわ、プロメテウス。細かいところを除いて、自分の力で私を見抜いたのね。けど、理解してもらうには、時間の余裕がもうなくなってしまったわ。知らないような細かいところですか。ええ、それはずっと昔の話よ。終焉の律者が固有世界から世界の泡を剥がそうとしているという推測にたどり着いた時、最初にその発見を共有したのはケビンなの。もちろん当時の彼は何も理解できていなかったわ。合理的なシチュエーションです。なんせ彼は学士を取得していませんから。そういう意味じゃないわ。理論には全く明るくない彼だからこそ、私が見落としていたところに気づけたの。それをきっかけに仮説を語り、とある約束をしてくれたわ。もしどちらかが終焉を乗り越え生き延びることができたら、その人は毎年知り合ったこの日に、ここで、そっと過ごすことにしようって。その行動に、とてもシンプルな考えよ。終焉が世界を滅ぼすことで、世界の泡が生まれるのなら。もしかしたら、そこに存在する私たちは、その約束を覚えていられるかもしれない。この日の意義はそこにあるのよ。果てしない時間と空間を超えて、全てを失った相手に寄り添うことができるかもしれないでしょ。だからこそ、固有世界の状況を知って、あなたは意図的に融合が訪れる時間をコントロールしたんですね。自分が消える前に、固有世界のケビンと最後に一度会うつもりですか。たとえ成功率が限りなくゼロに近いとしても。博士、これだけは指摘させてもらいます。旋回一条の持ち主にとってそんなことは何の意味もありません。その気があるのならいつでもできるでしょう。
ヨルムンガンドは私たちに近づき道具にした。それは世界の真相の認知がかつての私たちに追いついていることを証明しています。そしてあなたはそんな理性に欠けた約束を守り、根源とも言える作戦の方向を決めてしまいました。論理的に考えればもはや盲目的だと言えるほどです。なるほど、確かにそれはあなたらしい考え方ね。行為の意義を責めるのではなく、こうあなたからすれば私は終始絶対的な理性を保つべきなのね。はい、そうね。私たちは様々な人からそう言われてきた。プロメテウスがあらゆる世界の知識のありかなら、メイは知識を処理する神の思考。思考は知識とは違って目的が必要なの。だからこそあなたには自分の力で私のことを見抜き理解してほしかったの。自分は最初から感性的な人間で、絶対的な理性は単に手段として使っていただけと言いたいのですか？いえ、つまり自身の感性の生存空間を勝ち取る、その目的のためにあなたは、ヒヨウウガたちは決して認めないかもしれないけど、彼らが私についてきてくれた理由、それは私が徹底的なロマンチストだからよ。そしてそれはこういう世界のケビンが私たちを道具にしてあの子たちをここまで来させた根本的な理由でもある。彼はようやく悟ることができたのよ、火種計画の本当の内容を。火種計画？ええ、詳しく説明するには時間が足りないけど、計画のない計画にとって重要なのは揺るがない夢と不変なる真が。ケビンにとってもあの子たちにとっても同じよ。影である私もそう、あなたもまた同じよ。気にしなくていいわ、こんな哲学を無理に受け入れる必要なんてないもの。しかしなぜ彼女たちにそれを教えないのですか？そこまで自分たちだけで考えつくことができるとは到底思えません。それはね、今みたいにただ理屈めいたことを言葉にしても他者はかえって理解できなくなるからよ。そういえばあともう一つ、実はね、自分の世界を裏切る行為はケビンなら絶対にすることなの。だから今の私も同じくそうする必要があった。自分の意志に従って自ら行う、その意義はお互いの自我にとって決して語るに足らないものじゃない。それはともかく当時の私があの紳士でちょっと不器用な男の子を受け入れた時から、私たちの関係は彼側から見れば少し、私は世の真理を知り尽くし、みんなを率いて崩壊に宣戦布告した。その結果お互いに残せる時間は少なくなりすぎた。こういう世界の私は絶対的な理性という役を演じてきた。私も彼女に合わせて未来の人類のためになすべきことを全てやり遂げた。だから今度はあの一人ぼっちの男の子のために何かをしてあげる番よね。ですが彼がそれを知ることはないでしょう。別に構わないわ。プロメテウス、人の本質は自分以外のために命を。理解できません。このままでは崩壊がなくても
人類の滅亡は避けられないかもしれない。いえ、プロメテウス。メイ博士、あなたは。ここまでね。どうやら私の拒絶反応の方が激しいみたいね。もしまだ思考を維持できるのなら、今から話すことを覚えておいて。あなたが思う人類を滅亡へと導く卑怯さ、私はそれこそが延々と生き延びるための要だと思うの。これもまた私からあなたに残せる唯一の祝福よ。彼女たちが見た終焉の残骸は、精神的な意味で固有世界の私が迎えるべき結末でした。残念なことに、博士、こちら側の私に残してくれた時間はあまりにも短すぎます。まさか博士はさっきまで何かを計画していたのですか？もしかして今私に。ここには私たち二人しかいないはずです。誰ですか？心配しないで。ちょっと変わった形になるけど、ウサギとしての責務がなかったとしても、私は神聖者を見捨てられないの。私を世界に留めてくれてありがとうございます。しかしあなたは一体誰ですか？ヨルムンガンドではウサギと呼ばれているわ。けどミステル社に宛てって呼んで。これは自分につけた人間の名前よ。けど今の状態だと、まずはあなたの意識を全て聖魂に移した方がいいかもしれないわ。博士と違って純粋なデータの意識なら自我を失うことはないし。私を利用して何をするつもりですか？あら、緊張しなくてもいいのよ。別にどう言えばいいのかしら。私が夢の中に溶け込ませた人たちのように、ただみんなに幸せに生きてほしいだけなの。聖魂計画ではそれができないと知っているはずです。そう、分かっているわ。だから、けどね、もし明日が存在しなければ夢から覚めることは
死刑宣告と同じなのよ。孤児院のみんなは元気かな。ここの景色をブローニャお姉ちゃんにも見せてあげて。